皆さんこんにちは、武田塾の加納です。清水です。今回は読解計算考書の復習ペースです。まあ、英語長文とか古文演習とか現代文とか、その辺ね、結構演習に入ってきてる受験生も多いんじゃないかということですね。今一度この復習法すごい大事なんでね、やっていきたいんですが、まあ1日の中での英語長文の復習法とかはこの動画でかなり詳しくね話してはいると思うんですけど、やっぱ武田塾といえば何でしょう。4日2日ペースじゃないですか、まあ結構ね知ってくれてると信じたい、知らなかったらこの動画見てとは思うんですが、長文とかも4日2日でやるんですかみたいなこと結構聞かれるということで、まあ、その話をしていきたいんですけど、結論、はい、2か0日ペースっていうのが、まあ、武田塾の中でスタンダードでおすすめしてるものですね、はい。まあ、1日1個ずつ、まあ、1日の中の精度は先ほど挙げたような動画をベースにしっかりと、その1日の中で、まあ、回答根拠をちゃんと自分で確認説明できるようにしていったりとか、本文中で分かんない構文とか、まあ、分かんない、まあ、箇所とかねを残さないようにするっていうのは、まあ、大前提やってほしいんですけども、それを1日1日でやったら必ずしも4日進んだらその範囲を、まあ、1週間で3回やる、2日復習するっていうのは必ずしもやらなくていいよっていうふうにはなってますと、はい。でもそうすると長文とかもう一日どんどん解き進めるじゃないですか、うん、はい。そうすると知らない単語とか出てきたのとか、うん、覚えなくていいんですか、分かんなかったか。ああ、それね、いい質問です、うん、そういう話をしたい、うん、まず基本的に4日2日ペースで、例えば数学の参考書、英単語、英文法とか、あと歴史とかも、うん、理科もそうかな、うん、とかもそうなんですけど、それってもう割とまるっと覚え切りたいよねっていうものが多いんですよ。まあ、要は暗記しきりたいとっていう風になると、1週間の中でちゃんと復習日を、まあ、2回分ね、だから同じ範囲を1週間で3回完璧にするっていうことまでやって、1週間の完成度を、まあ、暗記しきるっていう意味で高めたいと。ただ英語長文って、まあ、究極ですけど、その問題、素材文そのものとかを覚えても、まあ、意味ないとは言わないですけど、それ自体が主目的ではないじゃないですか、うん、なので必ずしも1週間の中で覚えきるみたいな覚え方はしなくていいと、うん、でも逆にその単語は4日2日ペースなわけですから、英語長文で出てきた分からない単語、単語帳に載ってなかった単語とかは、まあ、例えば別の冊子にまとめて、それは4日2日ペースでちゃんと定着するまで復習するは全然ありだと思います。なるほど、はい。で、単純に6日0日演習系の参考書だから、もう1日1日どんどん先に進んで、はい、もう戻らねえぜっていうのはちょっと違うかな、はい、そうですね。ですし、武田塾のルートとか、まあ、塾生にやってもらう前提でいくと、例えばじゃあルールズ2っていう長文をやってたとします。1、3、4、5、6、1週間目で、2週間目でちゃんと1日ずつ復習するの、すごいですけどやって7、8、9、10、11、12みたいな感じで、まあ、順調に進んだらですけどね、で行きましたってなったら、その次の週にまた1に戻るんですよっていう意味での復習、2週目に入るみたいなのをやってもらうことが多いです。じゃあ、まあ、結論としては6日0日、まあ、演習系だからって言って復習もせずにただ突き進むだけだとあまり意味ないよってことですかね。そうですね。一回本文もちゃんと理解できた、回答根拠が自分で全部説明できる、その読解演習の中で身につけるべきこと、確認すべきこと、理解すべきことっていうのは全てクリアしたら一旦置いといていいよっていう意味ですね、うん、だからここのその前提ありきなんで、うん、その前提できてないのに復習しないで進むとかは絶対やめてほしいですね。なるほど、はい。というか清水先生、はい、そもそも6日0日って1週間って7日あるわけじゃないですか、はい、6ってどういうことですか。残りの1は何してるんですか。武田塾生以外は不思議ですよね。そう、あの6日1日とかじゃないの、はい、みたいな。あ、まあ、4日2日もね1日差ないですからね、うんうん、そうそう、1週間ぐらい1日はねどっかに消えてるんだよ。武田塾の場合はその4日進んで2日戻るでも6日で進むでもそうなんですけど、残りの1日は特訓があるんですよ。なるほど、まあ、確認テストをやったりとか勉強法の改善をしたりとかチェックしたりっていう特訓があるわけですね、うん、それが0で当たる部分なんですけど、6日特訓、6日特訓なんですよ武田塾生。だから武田塾生じゃない人は特訓ないんで、まあまあ、 あの1週間の総チェックにそれを当ててもらうも大丈夫ですし、1日1日の完成度も絶対の自信がありますっていう感じだったら、別に7日0日ペースですかっていう風なカスタマイズしてもらう分にはいいかなと思いますね、うん。まあ、ただ実際のところはやっぱり武田塾の特訓を見てると、6日進めて、うん、で次の残りの1日のところで特訓をすると、はい、そうするとやっぱその6日でこうどんどん演習系進めてきたところの、ね、課題とかってやっぱ見えてくるわけですね、うん、なので、まあ、ここのね1日その特訓の日にしっかりと行ったら復習に近い形で、うん、今このね1週間にやった演習系を振り返るっていう時間はめちゃくちゃねやっぱね、あの次の1週間につながる時間になるんですよね。そうそうそう、例えば6個英語長文やって、その復習方法とか完成度とか、まあ、単語覚えきってるかもそうですけど、うん、そういうのを確認する時間があるだけで、じゃあ次の6日6問分の効果がすごい高くなる。てか武田塾の特はそれを目指してるわけですよね、うん、1週間英語長文やってきました、でここはいいけどここもちょっとこういう風に良くしたいねって話をした上で次に進むんで、うん、まあその次からより得られるものが多くなるわけですよ。これを、まあ、武田塾生の人が見てたら、まあ、もちろんそのままやってほしいんですけど、う
見てない人もセルフ特訓じゃないですけど、うん、セルフチェックみたいなことはぜひ竹田塾チャンネルの動画とかをベースにやってほしいと思いますね。で、あとはもちろんこのペースがベースにはなってくるんですけど、はい、例えばよくあるのが現代文めっちゃ苦手なんです、はいはい、っていう子とかが、はい、こう参考書を進めていくと、うんうん、もう一日一日どんどん進めちゃうと、うん、なかなかね前日の学びは定着しきらないまままた新しい文章に入っていっちゃって、うんうん、また同じようなミス、うん、同じような失敗をするっていうケースが結構あるんで、その日に完璧しただけだとどうしても定着しきれないっていう子は、うん、まずねあの次の日にまた新しい範囲をやる前に、うん、前日どんな学びがあったかなっていうのを確認してもらうようにしてますね、はい、あとは、まあ、この前開発講座の動画でも話しましたけど、そもそも1日1分無理だねみたいなボリュームとか、まあ、勉強時間との兼ね合いでそうなることもあると思うんで、そういう場合は2日で大問1、また2日で大問2みたいな感じで1週間で2日ずつ使って3つ分で戻るはしないみたいなやり方もできますし、英語長文とかを4日2日ペースでやっちゃダメって言ってるわけじゃないので、別に復習日多めに取った方が今の自分にとってメリットがありそうだなと思ったら、同じ文章を1週間の中で2回3回読んで復習していくっていうことにはそれはそれで意味があると思うので、特に苦手な人はむしろそっちの方がいい場合っていうのはあるかなと思います。1日1日で、その1週間の中ではもう1回その題もやらずに意味がある人っていうのは、一定その演習自体に価値が高い人なら、一定基礎はしっかりしてて演習の中でよりレベルアップしてきますよ、初見対応力を上げていけますよとかね、っていうことになってる人はそんな感じなので、ちょっと漏れが多いなというか、演習とはいうものの暗記事項結構あるぞみたいな、その場合基礎に戻った方がいい可能性もありますけども、そういう場合は復習日取ってもらって全然大丈夫です。特に先ほど挙げた開発講座とか、あと英語長文やり始めの人は、まあ、1冊目は6日0日無理にやらずに1日は1週間の中で復習取るとか、復習を1冊終わってからじゃなくて早めに復習挟むとか、そういう工夫は適宜してもらってもいいんじゃないかなとは思いますね。そうですね、はい、まあ、特にルールズとかね、どうしても学校で部活とかこう忙しい中でこう取り組んでる中で、いや1日の復習しきれないよってことか、あとはまあ復習するのは精一杯でなかなかね暗記まで意識回りませんっていう子は2日でね1長文とかにせざるを得ない子もいるかなと思うので、開発講座で話したのと同じように考えてもらえるといいですね、はい、あとは、まあ、復習日を取らない基本はみたいな話でいくと、気をつけてほしいのはとにかく演習しちらかしペースにならないように気をつけてほしいところですかね、うん、このあたりいかがでしょうか、うん、演習しちらかすというのは演習しちらかすというのは、うん、まあ、前提1日の復習も微妙だし、うん、微妙なこと分かっててまあ、そう数字数えてるだけなんですけど、変化みたいになってるからでどういうことかっていうと、はい、丸×つけて丸×ゲームだけしてどんどん進まないでねってことですね。そうそうそう、定着してないのに復習しないのはそれはちょっと話が違ってくるよみたいな、めちゃくちゃ大事なことをね一つ伝えると、はい、その1日演習が終わりました、はい、英語だったら長文1つ解きましたとか、うん、国語だったら文章1題解きました、うん、ってなった時に必ず君に考えてほしいことは、今回この1文章の演習を通じて、うん、自分は何を学んだのかっていうのをしっかりと考えてほしいわけですね。これがないままとりあえず間違えた解説読んだ、なるほどな、はい次、これやってると、本当にね演習めちゃくちゃしてるのに全然結果に繋がんない、実力が伸びませんっていうね、はい、子が結構ね多いわけですね。そうなんです。なので何を自分が学ぶのか、これを明確に意識しながら、そしてそれを次も学んだことを生かすっていうのをしっかりと頭に入れて、また新しい演習に入っていく、はい、これをね絶対に徹底しましょう、はい、まあ、まだちょっとね残暑の季節なんで身の毛もよだつ話をしておきますと、その演習しちらかしペースをやる人って結果どうなるかっていうと、ルートをやって受からない人になります。確かにこれ浪人生の受験相談でね春先に多いんですが、ルートやってたんですけど全然ダメだったんです、はい、でここはやっぱねなんでダメだったのかっていうのを一緒に分析すると、そういったことが原因になってるっていうのはよくありますね、はい、そうですね、特に古文とか英語とかって、うん、それこそ古典文法古典単語とか、まあ、基本的な読み方、うん、英語だったら単語文法熟語解釈仕上がったら、そっから先ってまあ基本長文なんですよ、うん、まあ、解釈を足す場合とかも全然ありますけども、はい、ってことはその6日0日ペースとかを基準にやる英語長文の演習期間っていうのがルートを進めてる間のかなり長い期間を占めていて、その質が低かったらそれを噛んでるしょみたいなっていうことなんですよ。なのでやっぱこの英語長文、まあ、読解計算古書の復習っていうのは奥が深い、このやり方によって君の合否が決まると言っても過言ではない内容なんですよね。なのでしっかり定着してるかなとか、復習ペース自分大丈夫かなっていう見直すきっかけにこの動画を押してもらえれば幸いです。ということで、まあ、今回はこの演習系の参考書の6日0日について語ってきたわけなんですが、結論ね、やっぱ復習をどういう風にするのかとか、日々の勉強をどういった進め方するのか、これは本当君の志望校合格に直結する話になるので、うん、このね動画をきっかけに自分の今の勉強が正しいのか、これからどういう風に進めるのが自分が成績が早く上がっていくのかっていうのをね、うん、考え直すきっかけにしてもらえたらと思います、はい、今回は以上です。
武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。